はいどうも、西川一郎の西遊記、今回はですね、こちらの車ドンベンツについてお話ししようと思います。こちらあの急遽、回してる動画なんですけれども、あのランクルがあのちょっと整備に入るということで、台車がねなんとねベンツだったんです。人生でねベンツに乗る機会なんかあんまりないんで、せっかくなんであの紹介してみようと思います。はい、こちらの車、このフロント周りですね、ベンツ、輝かしいですね、このマーク、このマーク、ベンツということで、顔がなんかやっぱりそのセダンだからシュッとしてますよね。この辺りがすごく下から舐めてかっこいいですね。じゃあちょっとサイド行ってみましょうか。まあこれ僕自分だったらね白っていう色絶対選ばないんですけど、なんかこう見た目は白ってすごくスッキリしててかっこいいですよね。高級車って感じで、まあサイドもまあこんな感じですかね。タイヤが何インチなんだろうこれ。韓国のタイヤがついてて17インチか、17インチのタイヤがついてますね。こちらもベンツのマークがついてます。で、テール行ってみましょうか。テールもこちらベンツということですね。シュッとしてますよね、やっぱお尻も E300 っていう E クラスのベンツになるんですけれども、なんかもう僕ベンツのこと全然詳しく知らないんですけど、この E クラスっていうのがどの辺のこのランクなのかわかんないんですけど、とにかくでもね速いですよこの車運転すると。あとねこのベンツに乗ってみて思ったんですけど、まあ、今のベンツがそうなのか昔からそうなのかわかんないんですけど、とにかくボタンが多いです。はい、なのでちょっと中行ってみましょう。はい、ということで内装なんですけれども、もうとにかくこれこの辺ねボタンが多い、ボタンが多いんですよ。まあ僕普段乗ってるランクルは、ナルディっていうステアリングをつけてるんですけれども、僕が乗った車でエアバッグがついてる車はない、あるか。ボルボの850に乗ってた時期があるんですけれども、その車は唯一エアバッグついてたかもしれないですけど、それ以外の車はエアバッグついてる車乗ったことないです。すごいですよね。ここの部分にエアバッグって書いてあるんですけど、こっから出てくるのかな、もしぶつかった時に。こちらですね、こちらの、シートも電動でヘッドレスト、背中面、座席動かせます。で多分この123って書いてあるのはあれなのかな、1番のポジションを記憶できたりするのかな。でですね、これライトもねこんな感じになってるんですけども、ライトの切り方一つ分かんなかったんですよ。でこのオートのままにしとくと、鍵を抜くと勝手に消えるっていう最新のものらしいです。であとここかな、ベンツのかっこいいアナログ時計。このアナログ時計は僕結構好みですね。旧車っぽくていいですね。で、こちらのオーディオ関係なんですけど、まあこれもいまいち使い方がわかんないんであんま触ってないんですけど、なんかこのモニターをいじるボタンがこれでも動かせるし、こっちのこれでもいけるし、なんかハンドルのここでもいけるわけですよ。その3つも動かせるボタンがいるのかなっていうね、感じなんですけれども。まあいまいち使い方がよくわかってません。で、内装でこれ、やっぱいいなと思ったのは、ベンツこのレザーがね、すごく高級感ありますよね。高級感があるレザーになってます。で、後ろの席とかちょっと座ってみますね。はい、もうこれ、気分的になんか、社長気分になりますね。すごい気持ちがいい。あ、こちら、後ろにも電源のソケットがあるんですね。で、ヒートシーターなんかもついてます。シートヒーターね。なんて言った？ヒートシーター。すいません。ヒートシーター。シートヒーターもついてますね。こちら、シートヒーターですね。あと、なんだこれ、スピーカーが後ろ全面についてんのかなっていう感じですかね、内装も。まあじゃあ一回ね、この車乗って、ちょっと走ってみて、その、ベンツの走りを紹介したいと思います。で、このベンツなんですけど、その、シートベルトを一番初めにすると、勝手に自動的になんか閉まるんですよ。おそらく自分の体をこうちゃんと識別してくれてるんでしょうけど。で、やっぱこの、ベンツってすごくこう、高級なイメージ。もちろんまあ高級車なんですけど、で、僕が今お借りしてるこのベンツが E300 っていうクラスなんですけど、いくらぐらいするんだろうと思って、ちょっと調べてみたんですね、インターネットで。
すると、まあ、中古車の値段なんですけど、200万から300万ぐらいでは買えるみたいですね。なので、まあ、決して買えない車ではないんだなっていうふうに思いました。200万でこの高性能な車が乗れるんだったら、皆さんありかもしれないですね。で、まあ、こっからはね、高速道路に向かって、道を走ってるんですけれども、なんせ走りが安定してるんで、長距離とか乗ってても多分あんまりストレスを感じないと思います。すげえ安定してるね、これ。日産は今までどんな車に乗ってこられてたんですか？あ、若い時から。そうね、22、3歳の頃かなに、その頃乗ってたのが、ワーゲンゴルフで、そのワーゲンゴルフが多分4つ目、前から見たら、その丸目4頭だったんですけど、僕は丸目4頭の車が好きなんですけど、ゴルフがサンルーフを手動でこうやって開けるタイプだったのよ。そこすごく、かっこいいなと思って乗ってたんですけど、でその次に乗ったのがボルボの850エステートでターボがついてたのかな。その車もすごい速かったですね。うん、でまあそこから縁があって、次ボルボの940っていうのに乗ることになるんですけど、940とか、まあ一番初めに乗ったゴルフもそうなんですけど、なんかゆったりと走るタイプの車だったんですよね。で割と多分僕速い車も嫌いじゃないんですけど、ゆったり乗る車の方がなんとなく好きなのかなっていう感じがありますよね。なんかのっぺりとこうスピードが上がるみたいな、今のランドクルーザーもそうなんですけど、そういう車割と好きですね。でまあそのゴルフもそうだし、ボルボもそうだったんですけど、スウェーデン左ハンドルの車でした。はい、なんかこの E クラスのベンツでこんな感じやったら、もっとなんていうんですかね、グレードが高いベンツってどんなんだろうってすごく気になりますね。でもやっぱこの最新の車もいいよね、乗ってみると。今から今日は横須賀に行ってみようかなって思うんですけど、横須賀のドブ板通りに行ってみようかなと思うんですけど、そこがスカジャンとか、なんかまあアメリカっぽい街並みらしいんで、ネイビーバーガーっていうのが有名らしいんですけど、そんなの食べれたらなぁなんて思ってます。横須賀、まああるかわかんないんですけど、古着屋さんとか行きたいですね。まあ古着って出会いなんでね、出会う時はバンバン出会って欲しいのがたくさんあってね、大量購入爆買いしちゃう時があるんですけど、行ってもなかなか出会わない時は一着も買わなかったりするような日もあって、まあちょうど夏も近いんでね、かっこいい T シャツとかあればいいんじゃないかなと思うけど、いい古着と巡り合えるようにちょっとブラブラしてみます。では行ってきます。はい、ドブ板やってまいりました。ドブ板通りですね。もう早速なんかスカジャンショップありますよ。アメリカっぽいね、やっぱね。あ、ここ有名なやつじゃない？ネイビーバーガー。あ、そうそう、津波、これです。やっぱスカジャンショップ多いよね。びっくりした、めっちゃびっくりした。はい、またスカジャンや。やっぱスカジャンショップ多いよね。あ、ミリタリーショップ。おう、ここ古着屋さんか、違うか、新品っぽいか。おしゃれだね、街並みが。古着屋さんないやんな。古着屋さんに行きたいのだよ僕は。せっかく横須賀に来たんで、横須賀ネイビーバーガーっていうのを食べてみようと思うんですけど、結構列並んでて、まあでもせっかく来たんでね、並んで食べてみようと思うんですけど、なんか撮影が OK らしくて、なので並んでます。というか横須賀古着屋があるって勝手に勘違いしたんですけど、古着屋一つもないんですよ。なのでこの後どうしようかななんて思ってるんですけど、ネイビーバーガーで予約をしたんですけど、予約してからまだ30分待つということで、そこのネイビーバーガーのあれ店長さんなんかな、がおすすめの古着屋さんがあるなんて言ってたんで、待ってる間にちょっと行ってみようと思います。ありました、古着屋さん横須賀に。ないと思ってました。でもあったんでちょっと歩いて行ってみますね。いやもう近くだと思うんですけど、あったあったあった、あれや、ディスコンチさん。はい、古着屋のディスコンクさんですね。取材 OK にさせてくれたんで、ちょっと中行ってみましょう。オリジナル T シャツありますね。ユニ
フォーム系ね。安っ、スウェットとか880円とか売ってるよ。ちょっとあれをパンツを着てみようか。あのフラッチェックのパンツ着てみますか。安い、880円。試着します。どう？買います。このディスコンチさん、店長さんですか。あ、そうです。お名前よろしいですか。ジュンです。ジュンさんなんですけど、なんせこの古着屋さん値段設定がおかしいんですよ。安すぎる。なんで安いんですか。まあ、ノリでノリでやってるんですか。自分高いのあんま好きじゃない。あ、たく、なんて良心的なお店。安くしてる。あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、はい、超安いんでおすすめです。お願いします。いや、とってもいい古着屋さんでしたね。ディスコンチのジュンさんですか、に教えてもらった古着屋に、ご飯食べた後もう一回行ってみようと思います。次は何だっけ、モーニングさんっていう場所かな。じゃあとりあえずあのネイビーバーガーまで戻ります。津波さんっていう海軍バーガー、ネイビーバーガーっていうところに来てるんですけど、なんと撮影 OK なんで撮らせてもらいたいと思います。元サーファーの方がやり始めたショップらしくて。姫様、はい、サーフボードありますね。こっちも1ドル札とかが貼ってあるのは、なんかさっきちらっと調べたら、これなんかあのアメリカの兵の方が任期が終わったら名前書いて貼っていくみたいな。これがまあいろんなとこに店に貼ってあるらしいんですけど、カウンターもおしゃれですね。トランプバーガー、さっきのがモッツァレラチーズスティック、こちらゴリマルくんが頼んだ商品になりますね。はい、こちらが僕が頼んだチリビーンズバーガーにハラペーニョをトッピングしたやつです。これどうやって食べるの。これ手で掴んで食べるわけないでしょ、多分ナイフか。で、こちらがゴリマルくんが頼んだビーフステーキタコス。あ、ですね、はい。ちょっと食べてみますね。多分のっけて、これ切るのが正解なんですか。手では食べれないですか。持ってた。あ、うまい。あ、バーガー袋もらって。でもこれ、いや、なんか いただきます。いける？おいしいでしょ。そうだよね。でも食べよ。あの、お肉がとてもジューシーで、このハラペーニョがすげえ合う。で、僕チリビーンズバーガーなんですけど、チリビーンズすげえいい感じのうまさする。うん、うまい。なんか
大食いバトルに出てきそうなオプタイム。はい、ごちそうさまでございました。もう最高にお腹いっぱいです。すげえお腹いっぱいです。っていうか、本当はこれ第7艦隊バーガー、このサイズよ。このサイズが多分おすすめなんでしょうけど、さすがに僕は爆食とかできないんで無理ですね。はい、なので今回はチリビーンズバーガーを食べさせていただきました。ごちそうさまでした。いやー、ネイビーバーガー津波さんすげえ美味しかったです。量がすごくて今相当お腹いっぱいです。じゃあ次は先ほどの古着屋さんに教えてもらった古着屋さんに行ってみようと思います。お腹いっぱい。どうも最後までのご視聴ありがとうございました。いやー、横須賀すごく素敵な場所でしたね。そして、ベンツもすごくいい車です。ということで、西高一の最勇気チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。あと、ツイッター、インスタグラムもやってますので、そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。最後、雨降ってきちゃいまして車内でのエンディングになりますが、これからもどんどん動画作っていきますので応援よろしくお願いいたします。じゃあまたねー。ありがとうございました。